どうもです。ヘリジーニー。職場です。連絡なしで都内で出会え。今回はですね、連絡なしでなんですけれど、まあもちろんノーヒントではございません。各自それぞれインスタグラムにストーリーを投稿します。そのストーリーを頼りに、あいつあの辺にいそうっていうので、移動手段は徒歩か電車。先に出会った2人勝ちです。残っちゃった1人負けです。はい、30分に1回ストーリーを投稿する時間が訪れます、うん、1人ずつ投稿していきます。インスタで投稿するじゃないですか。逆に分かりやすすぎると、じゃヘンリーがめっちゃ分かりやすいとこ投稿しました、でだったらヘンリーが合流する前に俺とジュニジュニが出ちゃうかもしれないっていう駆け引き。今回スタート地点を最初に決めます。それぞれ山手線の駅でルーレットをします。その駅に各自移動します。今からじゃヘンリーちゃんのスタート地点、山手線駅どこですか？各自ですね。あ、書くっすか。はい、いや、わかんないか、わかっちゃった、はい、じゃあ、行きます。え？はいはいはい、じゃあ、くまちゃんの番、行きます。でん、はい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 、うんうん、行きますよ。あー、はい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 、スタート地点まで、レッツバスロマン。はい、ということで私は高田の馬場駅に到着しました。投稿の順番が僕、ヘンリー、ジュニジュニの順番でやってくるんで、僕トップバッターなんですね。一応ルールが、なんか投稿するじゃないですか。そしたら5分間だけその場にいて OK で、5分経ったらその場から動かないといけない。インスタストーリー投稿しなきゃいけないんだけど、今ざっくりどの辺にいるのかも何にも分かんない状態だから、あんま分かりやすいやつをやっちゃうとすぐに合流しちゃう可能性もあるし、ちょっと分かりにくい感じにしようかなと思って。インスタストーリー投稿します。はい、こんな感じでウグイス谷に到着しました。なんか多分クマからですね、インスタのストーリーに上がるらしいので、ちょっとね、そっから一人ずつスタートするので、まあどこにいるかちょっと見ていきながら探していきたいと思います。偶然に会ったらもうそこで終了だからね。はい、やってまいりました。私が今どこにいるかというと、有楽町駅。結局誰がどこいるかっていうのはインスタのストーリー見ないと分かんないんですよ。とりあえずクマくんが場所に着いたらどこら辺っていうのは分かるかと思うんで、それを見ながらちょっと動いていきたいなと思います。とりあえず一旦待ちます。はい、ということで投稿しました。これめっちゃ分かりやすいのでした。ビッグボックス高田の馬場駅に近くにある、まあこれですね。まあ馬場って言ったらこれなのよ。はい、ということでですね、まあ5分間僕はここにステイなんですが、5分後には移動しなきゃいけないということで、井上もジュニジュニもそんなに高田の馬場知らないはず。ジュニジュニは遊ぶって言ったら下北だし、ヘンリーは都会であんま遊んでるイメージないし、ワンちゃんビッグボックス取っても分かんないんじゃないかな。ちょうど駅のところにいるんですよ。とりあえずここに地図があるんですけれども、ウグイス谷からですね、隣の駅まで歩いていきたいと思います。まだね、インスタの方、あ、来た来た来た。え、どこだここ。建物的になんかご立派なんで栄えてそうな場所だと思うんで、栄えてる場所にちょっと電車で向かいたいと思います。ん？クマくんから来たのこんな感じです。え、わからん。え、マジでわかんないんだけど、どうしようかな。ちょっとマジわかんないんで、中心地となる場所に移動しようかな。今有楽町って結構どこに行くにしても行きづらいんですよ。だ、一旦ちょっと秋葉原駅に行きます。最初の問題はわからなすぎ。で、5分経ちました。この場から離れます。まずはだよ、最初はもうお互いがどこにいるのかをざっくり把握するぐらいじゃない。ということで馬場行こうかな。今日何も食ってないんです。いただきます。ニンニクバーチャットバーガー。とりあえずですね、秋葉原の駅まで行こうかなと思って150円分ですね、買いました。ここから一旦秋葉原に移動します。こういう感じでですね、こういう形で住んで投稿をする時間が深いので、この辺りでインスタ投稿をしていきたいと思います。あ、ごちそうさまでした。バーキン食ったでしょ。で、もう俺はあそこに近寄っちゃいけないんですよ。もう移動しなきゃいけないだからね。で、こっちをずっと行けば大久保とかに行くのかな。で、僕思ったんですけど、今日ね、日曜なのね。めちゃくそ人いるの。でもそういうとこ行っちゃうと人がいすぎてシンプルに見っけらんないと思う。普通にすれ違うと思うのね。あれとか待って、5時半だよな。5時半ってことは井上がインスタストーリー投稿してる。うん、は？キャバーに移動しました。さっきの熊野じゃ分かんねえよどこにあるか。どうしようもないんで、とりあえずここで待機してヘンリーの見て移動しなきたいなと思うんで、腹ごしらえしにちょっと飯食いに行きたいと思います。時間が来たんで、はい、こちら投稿していきたいと思います。
はい、今投稿しました。5分間待機していきます。え、全然わかんないんだけど、あいつ居酒屋の前で写真撮ってる。え、ありえなくね。あ、17時半超えてんじゃん。やべ、ちょっと待ってと、これ見てわかります、ね、皆さんこれ。いや、マジわかんない、わかんない。ちょっとみんなを逆にこっち連れてくるわ。とりあえず5分待っていますので、まあ来なかったらもうそのまま電車に乗ってジュニアさんをちょっと探すことをちょっと専念してみたいと思います。ちょっととりあえずわかんないんで、自分が次発信する形でみんなをちょっと近づけさせます。は？絶対わからせる気ないじゃん。推理もできない。多分だけど、よってけ屋っていう居酒屋さんの前で撮ってる。知らないそのところ調べよう。よってけ、お、新宿って出るぞ。よってけ屋は新宿と日暮里に店舗がある。待って、新宿じゃねこれ。これはどこ、どっち、日暮里店、新宿店、どっち。日暮里っぽいな。あ、日暮里だ。日暮里遠くね。高野馬場だよ。日暮里まで行こうとしたら山手線反対まで行かなきゃいけないから、なんとなく向かって6時になったタイミングでまた12時に投稿するので、そのタイミングで、まあ、いるところでは降りましょう。5分経ちましたんで、新橋の方に思い切ってちょっと大きく移動していきたいと思います。いや、これが京都出るか吉と出るかということでですね、何食おうかめっちゃ悩んだんですけど、マック買ってきました。マックだったら歩きながらでも食べれるんで、これからどっかで食べようかなと思うんですけども、自分が今秋葉原にいて、2人のうちどっちかに伝わるようにしたいのね。どうしてかっていうと、あまりにも主要な場所すぎると2人分かって一緒に来た時に駅とかで合流されちゃう可能性なんかあるから、俺が考えたのは、ペンちゃんが前に財布を買った場所でインスタ投稿したいと思います。クマは多分知らないということで、そこに移動してインスタ投稿したいと思います。こちらが秋葉原と御徒町のライン田ぐらいにある2K540 ってところになります。いろんな雑貨とか置いてあるところですね。ヘンちゃんが以前ですね、財布を買ったことあるってことだったんで、写真を撮ってインスタ投稿したいと思います。はい、ということで早速撮っていきたいと思います。早速撮れたんでアップしていきます。はい、ということでですね、日暮里方面を目指して今巣鴨で降りました。6時になったので、12時にがもう投稿してるんですね。その内容がね、だいぶ心当たりがあって、これが12時の投稿なんですけど、これさ、秋葉じゃない？これ秋葉だと思うんだよね。線路の下にアトリエみたいなのがいっぱい並んでる建物があるんですよ。いやー、どうしよう、ジュニジュニを狙うか井上を狙うか。井上は、ま、多分間違いなく日暮里になったんだよね。今そっから移動してるはずだから、多分井上の方が多分近くにいるんだよ、ね、ざっくり2人の位置が分かってるんだったら、もうあと井上狙いっていう手もあるよな。井上と合流したい。どう動けばいいのか分かんねえ。5分しか入れないからね。5分で食べれるだけ食べちゃって、いやー、来てほしいな。今ですね、新橋に到着しております。ジュニジュニからですね、インスタ投稿があったんでちょっと見ていきます。お腹空いてんのか、サムライマックうめえみたいな。全然どこだか分かんねえじゃねえかよこれよ。サムライマックうまいじゃないって、ジュニアさんだけマジで分かんねえ。ということで5分経ちました。残念ながら待ち人を訪れず移動しなければいけません。分かりやすく渋谷とか行ってみる。一旦渋谷に移動します。で、次クマくんが何をあげるかでちょっとまた判断して動きたいなと思います。いや、巣鴨いた方がいいのかな。逆に思い切って池袋出る。いや、でも多分池袋は人がいすぎてシンプルに行かんないと思うんだよな。マジわけわかんない、水すぎる。いや、池袋行く。でも池袋だと俺新宿方面に戻る感じになるんだよな。新宿ってか高田の場は寿司の魚常ってか、なんなら寿司食いたいぞ。これ巣鴨って分かってくれるんじゃない。ちょっとググれば OK。 ここで軽く寿司をいただいて、で出たタイミングで俺は投稿する。もう俺んとこ来てスタイル、それで行く。誰かを下手に追っかけない。さっきジュニアさんがいるところが全く分かんねえって言ってたんですけど、マジで分かりました。これ室内だと思ってたんですけど、これ外なんですよ。僕がね、今愛用しているこの財布を買ったお店のマジで近いところにいます。新橋まで来ちゃったよ。しかも新橋から電車乗れねえよ。どうしよう。とりあえずですね、有楽町がどっか行って秋葉原の方に向かいたいと思います。ジュニアさんはね、ワンチャン可能性あるな。今御徒町方面に移動してるんですけども、
正直今んとこマジでね、開幕検討つかなくて、え、マジ出会えないんじゃないこれ。さっきなんか渋谷行こうかなって話したけど、よくよく考えたら次のさ、クマがインスタにあげるのか30分しかなくて、今もう18時15分なんです。なのでちょっと一旦クマのを待とうかな。池袋ぐらいまで移動しとっかな。あとはインスタで投稿上がるのを待って、それ見てすぐに動けるように待機します。今ですね、渋谷線で秋葉原の方に向かおうと思ったんですけど、道わかんなくなっちゃって、今適当にプラプラ歩いちゃってるんですよ。まあ適当にプラプラしてます。はい、くまくんあげるまで時間があんまりないので、歩いて上野まで行っちゃいます。上野駅周辺でちょっと時間潰しておくかなって言っても、あと10分ぐらいしかないんだけど、もしかしたらこの歩いてる途中にねばったり会うなんて全然あるから、むずいね、これやばいねマジで。はい、ただいまこちら歩き回ってたら銀座6にですね、たどり着いちゃったんで、その隣のね公園で休憩してます。一応ね近くの電車があるんで、そこで上野とかね御徒町とかそっちにも行けたり、銀座線で渋谷とかにもね一応行けるんで、ちょっとね休んでティータイムしてます。もうすぐですね、クマがね投稿するんで、でその投稿を見てどこに行くかを決めて場所をちょっとね移動していきたいと思ってますんで、はい、基準しまして僕の番ですね。だいたいざっくりお互いの位置関係がなんとなく分かってきたところで、めっちゃ分かりやすいやつを投下しようと思います。はい、今投稿しました。右上よーく見るとお店の名前すっていうところまで書いてあるんですよ。巣鴨店のすなんで、これで気づいてください。まあ、つっても僕は移動しなきゃいけないんですけどね。はい、ということで、ちょっと待って、寿司食った、ちょっとむずすぎだろ、わかんねえわ。寿司といえばの場所に行けってことなのかな。え、どこ、ワンチャン浅草とかありそうだな。ここら辺じゃないような気がしてるんで、都会の方に移動しようかなと思います。え、マジ出会える気がしないわ。はい、こちらです。寿司は、いやマジでわかんねえんだけど、寿司食ったってどういうことやねん。いや、なんかもうお腹空いてくるよねこっちだってね、めっちゃ歩いてね、電車乗ってね、みんななんか飯食ってる投稿だからよくわかんないんで、秋葉原とりあえず行きたいと、あ、上野かな、とりあえず上野行きましょう。上野に行きたいと思います。これさ、30分さごとに1人ずつ投稿だからさ、1回投稿して次投稿するまでにラグがありすぎて読めない、動きが結構無理ある気してきた。とりあえず移動します。まだ5分経ってないんですけど、日暮里まで行こう、とりあえず。今めっちゃ変人に似てる人がいた。マジで声かける3秒前だった。私ですね、日暮里駅目指してたんですけど、よく考えたら普通に日暮里にヘンリーがまだステイしているわけがないので、西日暮里で降りました。ヘンリーが俺の投稿を見てるから、これが高田馬場がまず分かったかどうかがまず怪しいんですけど、一旦西日暮里でステイかな。八丁堀です。インスタ投稿がね間に合いそうになかったので、急遽八丁堀で降りることとなりました。今ね、ちなみに時刻が、はい、18時57分で、僕が投稿しなければなりません。まずはね、インスタの投稿できるところを探していきたいと思います。ここですね、マルエツペトリットっていうところでちょっとね投稿していきたいと思います。はい、エンリー君がもう上がってるので見ます。え、マルエツ、マルエツどこって、これもしかしてさ、ワンチャンクマにしか分かんない場所とかにしてる。分かんないんだけどマジで。そして何この虚無な顔、マジわかんねえ。みんな俺のいる場所に集合させるわ。そういう意味でマジでみんな分かりやすい場所、渋谷とか。渋谷とかにちょっと移動しようと思いますので。いや、来た、井上来た。マルエツの前にいる。なんであいつこんなわけあかんのとこすんの。え、なんであいつはマルエツの前で写真撮ろうと思った。同じ顔して撮りやがって、腹立つな。さっきと、あー、ムカつくこいつの写真。外観を見る限りここじゃない。日本橋本町違う、本町四丁目違う、八丁堀、八丁堀。おや、え、待って、あいつ八丁堀いるの。井上が宇宙人のことを考えてなかった。なんで丸熱なんだろうマジで。え、意味がわからない。当てさせる気がないのかな。もう味わかんない、どうしよう。はぁ、インスタ投稿は一応無事終わりました。今ね、道ちょうど歩いてたら青看板で東京駅がねあるという感じでちょっとあったんで、
すげえ、もうまっすぐ行ったらもうここ東京駅なんですよ。東京駅に着いたらちょっとねお食事をして、ジュニアさんがね今どこにいるかを確認して、でもし分かる場所にいるのであれば会いに行きたいと思います。まあちょっと東京駅でお食事していきます。はい、ということでですね、ちょっと移動しようかなって思ったんですけど、このまんま池袋に行ってちょっとある場所に向かいます。なんかすごいね風貌変わっちゃったけど、グローバルリングって感じ。池袋ウエストゲートパーク、池袋といえばこの場所でしょっていうことで、いや気づいてほしい。池袋ウエストゲートパークってドラマが大好きで、まあ昔若い頃も見てたんだけど、やっぱすげえかっこいいのよ。まだまだ探します。絶対これだ、八丁堀だ。なんで八丁堀に。ここから八丁堀駅、ここから八丁堀駅、千代田線に乗って日比谷まで行って日比谷から八丁堀と。でも待てよ、ジニジニは秋葉原の方にいたんだよな。オッケー、じゃあ東京駅だ。東京駅になるぞ。すいません、5分ね、一応待ってるのを忘れてまして、引き返して今戻ってきたところなんで、多分来ないと思うんだけど、とりあえず5分待ってから移動します。東京駅丸の内口の広場に来ました。暗すぎて近くにジュニジュリかヘンリーがいても気づけない気がする。あ、で、時間が19時半ということで、ジュニジュニの投稿が来るはず。頼むよ、近くいろよ。聖地巡礼は、はい、こちらでまあ5分経ちましたんで、移動していきたいと思います。とりあえずご飯を堪能していきます。ご飯いただきます。近くにすき家があったんで、すき家をいただきます。はい、ということで写真撮りました。もうね、これを19時半にあげたいと思います。さすがにこんだけ都会の場所だったら、なんとなく場所どこかわかるでしょ。じゃあ、でも綺麗になったね、池袋。すごいやっぱ変わったよね。久しぶりに来たけど、ちょっと一旦待ちます。なんで12時に全部この感じで写真撮ってんの。なんかそれが気になるわ。目が見合いなんだけど。12時の投稿、聖地巡礼ということで、ちょっとよく見ます。今スクショ撮ったんで画像拡大したりしてよく見ます。これね、結構古い映画だけど、ドラマ好きだったら知ってるはずなのよ。ここで会いたい、マジで。はい、という感じで、今ご飯食べてですね、こちら東京駅に到着しました。はい、です。食べたばっかでごめんなさいね。よし、出てきた。19時半過ぎてて、ジュビジュビがインスタに投稿してるんで、それをちょっと見ていきたいと思います。なんだろう。はぁ、ちょっと待って。はい、こちらです。俺たちの聖地、ん？なんだ？ん？聖地とかって言ってるんですけど、俺たちの聖地とかなんかな、え？なんか聖地とかって書いてあるんですけど、絶対あそこなんですよ、新宿の方なんですよ。だからね、ちょっと僕もね、ちょっと急遽新宿に向かいたいと思います。大きい交差点にさ、なんか輪っかみたいなあるところって、確かね、新宿のね、西新宿のあたりにあるんですよ。よくラブっていう建物の、確かそのあたりだと思うんで。いや、まあ聖地巡礼っていうぐらいだから、多分俺に向けてると思うんだよ。二の上にそんなん言っても多分分かんないから。池袋、もしかして池袋じゃない？ IWGP 池袋ウエストゲートパーク。いや、 IWGP 見てねえから分かんないんだけど、でも最近の西口公園はこうだよな。池袋かよ。二の上は八丁堀、ジュニジュニは池袋。もうわかんねえ、無理ゲーだろこれ。てか池袋行くなよ、周り人いてわかんねえじゃん。上の動きを読むとか不可能か、だって宇宙人なんだもん。いやー、池袋目指す。いや、ジュニジュニはバナナババだって分かったとし、秋葉原にいて、で俺も巣鴨の投稿を見た。巣鴨から池袋に移動したと読んで池袋に行ってると思う。ジュニジュニが池袋からじゃあ歩いて移動しようって考えたら大塚だ。大塚行こう。はい、また時間来ちゃいました。いや無理じゃね、この企画。池袋だよ。今周りを見渡してるんですけど、いや、やっぱ5分は無理。どうしよう、とりあえず移動しなきゃいけないんで、もっと分かりやすい場所に行く。っていうか本当にね、あとあの2人がね、マジ分かんないとこばっかあげるんですよ。でワンチャン俺も分かんないかもしんないけど、ちょっと俺が次のお題で分かりやすいところを出せるように、分かりやすい場所に
移動します。でこのタイミングでさ2人がここで揃っちゃうって可能性もあるから、いやそういうの怖いんだよな。今んところね感触一つも掴んでないんですよ。大塚までの移動が間に合わなかったので西日暮里に戻ってきました。僕のもう投稿しなきゃいけない時間が迫ってきてるんですよ。まあ西日暮里といえば一番有名なのって海星高校だと思うんですね。海星高校の前で写真撮ります。ちょっとですね駅から歩いて新宿ですね。新宿の今損保ジャパンの安田ビル付近にいます。ここら辺はね実はね思い出深いことがあったんですよ。ジュニアさんがね確かこの近くだった気がするんだよね。自分が次やってきたのは新宿駅にやってまいりました。結構移動しやすいっていう意味で新宿ですね。さて今ちょうど20時になったので多分くまくん上げてるはずですね。20時になったので僕のストーリーを投稿しました。ちょっとね YouTube 始めて以来の一番の大嘘をつきました。海星高校の前で写真を撮ってこれ俺の母校って嘘をつきました。まあちゃんと嘘だよってその投稿の中にも書いてあるからこれは罪には問われません、問われません。でも井上に関しては八丁堀からすでに1時間経ってるんですよ。もうあいつの動きは予想できない。だからもう井上は狙わない。いやもうちょっときつくなってきたわ本当に。あー分からねー。オッケー、そうだ日暮里まで歩く、それです、それで行きます。日暮里まで歩きます。これ俺の母校海星ってどこだっけ。海星ってワンチャンこの辺近かったんじゃなかったかな。え、どこだ、わからん。え、なんかね、言ってたんだよね、渋谷とかそっち側の方だった気するんだよね。でも確か渋谷の方だったと思うんでちょっと移動します。ちょっとお見せします。こちらでなんか母校にいたんですよ。熊の母校ってなんか新宿かなんか渋谷かそのここら辺だったと思ってるんですよ。なんで結構ねとりあえず思い出のあるここのねこちら安田ビルってよく言ってたんですけれども、インスタ投稿まで少し待ってみたいと思います。さっきの熊くんの母校の場所がなんか前に熊が話したのが渋谷とかそっちの方がなんかここら辺俺がめっちゃ通った場所なんだよねみたいなのも言ったからあっちの方だと思うんだけど、ちょっと今から移動しても多分間に合わないんで一旦新宿でステイします。ヘンリーがそれを気づいて近づいてる可能性もあるので、そしたらヘンリーが次上げるストーリーを見てそのヘンリーがいる場所にちょっと向かいたいなと思います。結構これむずいぞっていうか普通にわからん。いや俺はねあの二人のねどういうなんかさ学校行ったとか知らないんだよ、東京詳しくないから。はい、日暮里駅に到着しました。歩いてきたんで今が20時20分です。あと10分で12時にじゃねえヘンリーの投稿か。あヘンリーの投稿か、当てになんねんだよなあいつの投稿。とりあえず12時にが池袋にいたし、俺が西日暮里にいたであろうことは関西学園だからわかると思うんですよ。だからジュニーが俺が西日暮里まで歩いただろう読みをしてる読みです。まあ、てか願望ですね。今この損保ジャパンのところで今待っております。インスタはねもうストーリーを投稿しましたんでとりあえず5分待っていきたいと思います。これででもねこれねクマ知らなくてジュニアさんしか分かんないんですよね。なんでジュニアさんへのメッセージに近い感じです。もうさあ犯人になったぞ、来いの上は新宿だ、これ新宿だよな、明治安田生命のビルなんですよ。やっぱりそうだ、損保ジャパン本社ビル。あいつは誰の何を読んで新宿に向かったの。いや終わんねえ、やべえこれ。てか井上の写真が1時半撮ってます。はい、20時半になりました。ヘンリー君が開けたのでそれ見て、うおこれ超懐かしいってさ、え、これ安田じゃない、安田じゃないこれ、新宿だよねこれ、安田じゃん、絶対安田だよね。安田っていうのはダンサーの聖地で、そこの前で結構ダンス踊ったりとか、俺も結構社会人になりたてでまずダンス始めたばっかの時にそこで練習したことあったんですよ。絶対これ安田だ、え、これワンチャン会えるぞ。ちょっと向かいます。ただいまの時刻はこちらで5分経過しました。これ以上入れないのでちょっと移動していきたいと思います。とりあえずね歌舞伎町とかちょっとその辺をちょっと移動して、まあ、渋谷の方向に移動してみたいと思います。安田っていうのが向こうのビル群の方なんですよ。まあ、こっちの方行ければ安田だと思うんでちょっとそっちの方行ってみます。やばいな、新宿全然土地か分かんないからな。とりあえず今適当に歩いてるんですけど、このね警察署のねところをひたすらちょっと歩いてどっか駅があったら乗って渋谷を目指したいと思います。はい、写真を送って、まあ、
新宿に身を置いたことが確定なんで、そこから歩いて新大久保の新大久保まで来るんじゃないかなように、あっち行ったら新宿、今の時間9時の12時のニュースで更新されるはず。いや安田だったらね、そう昔ビルのね前のところ部分のガラスが反射して鏡になるんですよ。反射に使ってダンスを練習するっていうのはキョンちゃんとかヘンリーとかあとエイジとかもねみんな練習してたんですよ。多分そこじゃないかなと思ってます。どこかで合流できるんじゃないかと思ってます。ここに階段あるんでこっから歩けるかもしれません。ちょっとこっから上上がってみます。いや懐かしいな。確かにヘンリーの言う通りここが安田でヘンリーがいる場所合ってるんだったらもう俺にとっても懐かしいのよ。はい、まだ歩いてるんですけど新宿のねオフィス街ってねそんなにやっぱね来ることがないんでどこがどこだかね全然わかんないんですよね。どうしようかな。でさっきのヘンちゃんの角度なんですけど見てみるとこんな感じなんですよ。なのでほぼここら辺の角度から撮ってるってことなんですよ。ってことはここら辺探せばっていうかワンチャン次のさ写真を俺がここら辺で撮ってあげればヘンちゃん 100% 気づくよね。うわマジ出会えるじゃん。多分さっきとかここら辺の角度こんな感じで撮ったんじゃないかなと思ってます。でこっからね5分だったら移動しなきゃいけないっていうルールだからもう移動しちゃっただろうな。少し時間を潰します。今ね地図見つけました。現在地はここでなんかね中通り今上にいるんですけど下にくぐるとなんか電車都営道あ大江戸線か。ではですねヘンちゃんがさっき撮った場所と大体同じ場所でさらに分かりやすくここにあるファミリーマート、ファミリーマートがめちゃくちゃ当時ダンス練習をしてきた時に寄った場所なんです。ヘンちゃんは気づいて来てくれるんじゃないかと思ってます。撮影していきたいと思います。いやここでゴールしたいな。5分しか入れないからヘンちゃんはこのタイミングでどこまで移動したかにもよるんですよ。結構遠くまで行っちゃってたらやばいんですけど、まあ、言うて30分しかないからそんなに遠くは移動してない。ただいまの時刻21時になりました。今度はねクマのインスタストーリーが上がる時間帯なんでちょっとチェックをしていきたいと思います。はい、ということで21時になりました。もうさっきのヘンちゃんと同じような感じでこれ見て気づいてほしい。います。いやそろそろねもう21時超えてるからもう終わらしたい。そういえば自分の次ジュニアさんなんですけれども見てください。同じところにいますよ。え嘘でしょ。本当にやばい。急いで急ごう急ごう。いや気づいてほしいね。ひょっとしたらねちょっと結構歩いちゃったけど今先ほどのですねファイマの前のところですね、こっち側に安田のビルがあります。その前のところで待ってるんですけど、12時にあそこにとどまってる時間は9時から5分間だけだからどうすればいいんだ。もうここにかけたい、ここにかけたいが、あと時間がそんなにもうないぞ。21時3分なんで困ったな。ちょっと来た道戻ってるんだけど、バイバイ。くそくそ、5分はそこにいるから走って戻りたいと思います。12時12。いや新宿だよ。日曜日の夜の新宿ってどうなんだ。めっちゃ人いるよな絶対。あと2分、あと2分しかない。いやー分かると思うんだよねさすがに。今投稿されてたところに行きました。こっちじゃないか。とりあえずまず新宿に行きます。今んとこ来る気配ないですね。いないな。本当に行けてくれることを願うばかりです本当。ああもう時間がない。まだストーリー上げて一応4分で出てるんであと1分待ちたいと思います。いやどうしようどうしようどうしよう。新宿に道に出くわしい人もいっぱいいるから一回道間違えたら致命傷だよ。インスタの投稿でヘンリーが超懐かしい、ジュージーも超懐かしいって言ってる。同じ背景で俺は全然懐かしくないっていう投稿したら三段落ちみたいになっておもろいかなとかそんなことしか考えてない。帰る気あるか俺。いやー来ないか。5分になっちゃいました。やばい帰れないぞこれ。こんだけ分かりやすくしては帰れないか。もう5分経ったんでまたちょっと移動しなきゃいけないんで別の場所に移動します。ちょっと走ってマジ疲れたんでラブの近くにあるコンビニでちょっと飲み物買います。このセブンイレブンで飲み物買います。久しぶりに走ったらもう息切れ半端なくて今休憩します。さっきの大江戸線か西新宿駅の方で
渋谷ちょっともう諦めて向かいたいと思います。うわー、さっき惜しかったな、本当にマジで惜しかった。もうちょっとね早かったら間に合ってたかもしれないのに。はい、今ですね移動してきまして、新大久保のあたりまで移動してきました。新宿から一駅なんで、まあもしその新宿で何かしら動きがあったとしてもすぐ行けるかなってことで、ただちょっと歩いてきちゃったから、場所にもよるよね、新宿で何か動きあった時に。いやーでも三段落ちのインスタ撮りに行くか。まあ三段落ち決めよう。それで新宿駅に戻ってきたら誰かしらどっちかしらはいるくない？大通り側から通ってたんだよ、ファミマをバックに。だから大通り側から住んでる。まあ多分さすがにもういないよな、そこには。東京の上から撮るとかおしゃれなことしようかな。まあとりあえずは今ちょうど21時半になりました。21時半、ここで早速インスタが上がってると思うのでちょっと見ていきますね。9時半なんでちょっとストーリーを確認します。ちょっと待って。はい、三段落ち投稿完了しました。はあ、もうやだ、早く帰りたい。さあ俺はここにいるよ、5分間動かないよ。なんだ、インスタインスタ、やっぱあそこや、安田やん。安田行きます、戻ります、戻ります、戻ります。電車行った方がいいかな。いや悩む、いや車に、あ、ちょ、いや、うん、歩いていく、歩いていく、歩いていく。今、また、熊も安田ビルにいるんで、本当に安田ビルの近くで休んでたら、偶然、熊が近くにいるっぽいんで、向かいたいと思います。もう無理だ、走れない。今、電車の線路沿い歩いてるわけですけども、確実にみんな安田だって聞いていて、安田に集合し始めてるのね。なるほど、来て、こっちの右から。さあ、もう、で、熊は懐かしいっつうんだよ。クマいたっけな、なんでクマ知ってんの。クマも一緒に踊りに来たことあったっけな。なんでなんか超懐かしいってなんかつぶやいてんだろう。いや結構距離あんだよな。もうやだ、帰りたい、帰れない。やばいやばいやばい、ちょっと急いで向かいます。俺ここ着いてから一回ジュニアさんがここにいると思って、西新宿からもうダッシュしてこっち戻ってきたのね。でまたクマがさちょうど時間でなんかつぶやいてたからもうマジでああたか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 、よし俺ら合流できたことジュニジュニには教えないでとっとと行こうぜ。あ、そうだね、うん、もうほっとこ、あの人一生東京さまよわせよ。あ、もしもしジュニジュニ。はい、ジュニジュニ、ちょインスタ見て、インスタ、インスタ、インスタ見て。あれ、ヘンリー上げてる。くっそー。ということで、クマちゃんとヘンリーちゃんの勝ち。よっしゃ。じゃあ、俺ら先帰ってるから、もう一人で帰ってきてね。もう、うわ、超悔しい、マジで、もう。でも、お前の初勝負はマジで意味が分かんない。いや、あれね、本当は、ジュニアさんが1個目投稿してたやつ、場所